エボシカメレオンはカメレオンかカメレオン族に分類されるカメレオン。イエメン固有種最大全長6 5ンチメートルメスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも全長4 5トルほど。体色は環境や気分、体調によって変化するが、基本的には緑色にオレンジ、黄、褐色、白の帯模様が入る。背面と覆面の正中線上に、 トゲ状の鱗が並ぶ。オスの生態は頭部が髪型へ高く伸長する。種小名キャリプトレイトスは帽子をかぶったのい。和名は本種の頭部がエボシに見えることが由来。英名のベイルドはベールをかぶったのい。妖体やメスの生態は頭部があまり高くならない。オスの後足のかかとには突起がある。またメスは妊娠すると体色が黒く変色する。 高知にある湿度の高い森林に生息する。危険を感じると体を大きく膨らませて、体色を変化させ、口を大きく開けて、警戒音を出して、威嚇行動をとる。植生は動物食傾向の強い雑食で、昆虫類、節足動物等を主に食べるが、本種はカメレオンとしては珍しく植物の葉や果実等も食べる。本種の生息地は、雨量が少ないため、 植物質を取ることで水分を摂取するという環境に対する適応とされる。繁殖形態は卵生。1回に20から72個の卵を地中に産む。卵は150から200日ほどで孵化する。幼体は生後1年で生態と変わらないほどの大きさに成長する。寿命は5年前後と考えられている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 流通量は多く、主に飼育か繁殖個体が流通する。カメレオンの中でも丈夫で飼育か繁殖個体が多く、流通する餌として植物質を用いることができること等から、カメレオン飼育の入門種と紹介されることもある。テラリウムで飼育される。比較的大型になるため飼育にあたっては、大型のケージが用意する。また樹上性のため、 高さのあるケージで飼育するのが望ましい。枝や観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家にする。小型の保温用の電球等をケージ内の一部へ照射する。生体と照明や上面との距離が短いと頭部を傷つけたり、火傷し、最悪の場合は餌死してしまうことがある。紫外線を含むフルスペクトルライト等を点灯するが強い光を嫌うため隠れ家を作る。 霧吹きで朝晩に湿度を上げるが、陶器に乾燥が激しい場合は加湿器等を用いる。水容器に気づかないことも多いため、水容器に水滴を常に落としたり、エアーポンプで水面を動かすことにより水容器に気づかせる。餌はコオロギやジャイアントミルワーム等を与える。餌に対しては事前に野菜等の餌を与えたり、サプリメントを振りかけて栄養価を上げる。 また餌に反撃されたり、口内を傷つけるのを防ぐため、生きた餌の場合は、顎や触角、胞子を潰したり追ってから与える。餌はコオロギ等を、ピンセット等で、各個体に与えるか、餌容器に入れて与える。産卵数が多く、幼体も1年で成熟することから、栄養不足による妊娠中及び産後の体調不良や、幼体の発育不全。 計画的な繁殖計画にも気をつける必要がある。ありがとうございます。